時。冬のキスは雪のような口どけ、雪のような口どけ。明治メルティーキス。皆さんこんにちは、新垣結衣です。雪のような口どけのメルティーキッスの新 CM に出演させていただきます。今回はですね、以前のように外というシチュエーションで、降る雪の下というシチュエーションで、なんだかこう久しぶりの設定だったので、こう原点に帰ったような気持ちで、はい、ゆったり撮影ができました。雪はですね、出身地が沖縄なので、小さい時は地元で雪が降るっていうことはなく、雪国から雪が運ばれてきて沖縄でそれに触れるっていうことはあったんですけれども、仕事を始めて北海道で撮影をしている時に、冬のシーンだったので雪がすごく綺麗で真っ白で、夜だったんですけどライトに照らされて、その今降ったばかりの雪が、積もっていく雪がもうキラ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 ってしてて、あ、これが本物と思って感動したのを覚えてます。鍋は必ず食べます。いろんな味を試します。鍋だよりです。はい、チャレンジしたいことですか。一日も風邪をひかずに健康に過ごすチャレンジはどうでしょうか。家の中で軽く運動したりして、どうにか、あと体温を、基礎体温を上げて、いろいろ工夫をして、毎日元気な冬チャレンジ頑張ります。はい、いっぱいありますけどね、大事にしているものは。作品一つご一緒したスタッフさんとか、共演させていただいた方から、たまにお手紙をいただくことがあって、それはやっぱりすごく嬉しいんですよね。それは大事にお手紙専用の箱に入れてて、それに似たような感じでファンの方が
誕生日の時にファンの方同士でこう計画をして、メッセージファイルみたいな、メッセージカードファイルみたいなの、アルバムみたいなのを送ってくださるんですけど、なんかそういう言葉、お手紙というかメッセージとか、そういうのはやっぱりすごく嬉しいなと思うので、大事な お手紙宝石箱に入れてます。メルティーキッスは10月24日発売です。冬季限定の販売です。 CM を見られるのも冬だけ。真っ白な雪の世界を見逃さないでくださいね。以上、荒垣結衣でした。明治メルティーキッス。冬のキスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキスならいいのにね。雪のような口どけ、明治メルティーキス。